お疲れ様さです。本日のお餅、今回のお餅か、今回のお餅は焼き明太子餅を作っていこうかと思います。ということで、とりあえずお米、もち米ね、 500g を昨日から寝かせて10時間以上水に浸しております。こちらをですね、蒸していきます。少々お待ちください。はい、もちもち米蒸し上がりました。綺麗です。ほい、ほいほい、どうぞ。ほい、見て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 、じゃ今度はこれに明太子ガツンと入れておこうか。焼いてボロッボロにしたいと。で、これだとまた。うわ、うまそう。この時点でうまそうだもん。ちょっと多めに水入れとこう。じゃ、ちょっと待ってみましょう。途中経過を見てみましょう。あ、美味しそうじゃん。今回はいいんじゃない。綺麗に真っ赤。いい、ほらほら、なんかね、たらこの香りがめちゃくちゃいい。これはやばい。ちょっと柔らかくしよう。もうちょい柔らかくしよう。少々お待ちで。さあどうでしょう。もうちょいだな。まだご飯粒が残っちゃってる感じだから、もうちょい柔らかくしたら。さあ3回目。かなりいい感じだね。あともう1回だね。はい、さあ仕上がってるか見てみます。あ、クリーミーな仕上がりですね。これでいいんじゃないですかね。あ、美味しそう。そして
暑いし出てこないし。なかなか一筋まではいかない。エビもちなみに美味しそう。よいしょ。まだちょっと凝ってる。まっつ。取れたね。いいんじゃないですか。今度のはいいんじゃないですか。これで。よ、結構美味しくできてるよ。ほら、これを伸ばして。よいしょ。柔らかくついたから美味しいと思うよ。前回もその前もちょっと固めになっちゃうからさ、よく回してあげないと。でも水分結構多めに打ち水してあげた方が綺麗にできるし、固くなりづらいで、ご飯感がなんか残っちゃうような感じだったから、それをちょっと、これでいいでしょ。出来上がりました。一晩寝かしたお餅です。切ってきます。まだちょっと柔らかいね。でも美味しそうです。こんな感じですね。
かいうちに切った方がいいでしょ。でもなんか硬い方が切りやすいような気もするけどね。めっちゃ美味しそう。うん、今ね、撮影用に切って食べてきます。さっきでもご飯食べたばっかりだもん。なんか超うまい。まあいいでしょ。よし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 。どうですかね、結構美味しそうに見えますね。多分このまま食べても外にないと思う。え、この半分、まあ、お客さん出すんだったらこの半分でいいね。ちょっと焼いてみよう。じゃあこの端のところをではでは。いいよ。箸はそっちじゃない。あそこはそれはそこでいいよ。よいしょ。あ、美味しそう。はいはい、お待たせお待たせ。めっちゃ美味しそう。暑いんだけどね、はあ、いただきます。うん、あ、おご飯しっかり邪魔が入っちまった。でもうまいぜ。うまっ。おいしいよ。これほんとよくできてるね。大成功です。